はい、どうも俺です。ということで今回もガープラ実況していきたいと思います。はい、ということで皆さんもうお気づきですか。今回はガープラ実況、なんとイケボ縛りでやっていこうと思います。はい、完全にヒカキンのパクリなんだけどね。はい、ということで今回はMG ソードインパルスの後付けイケボ縛り実況ですね。はい、ねガンじゃねえランナーは結構あったね。はい、こんな感じで箱にびっしり詰まってますね。はい、イケボ縛り結構きついなこれ。はい、ということで皆さんどうですか、気持ち悪いですかね。自分でやってるとあんまりわかんねえんだけど、これがイケボかどうかもまずわかんねえんだけど、はい、こんな感じで写真ついてますね。すげえかっけえ RG のね、おースイッパルスガンダム作ったかっこよかったんでね、 MG のホース売ってなくて、で探してたらこのソードインパルスの MG 売ってたんでこれを買いました。はいはい、てな感じで完成でございますね。本当にかっこいいね。足がすげえ長くてね、顔がちっちゃくて、これはマジおすすめで、おすすめだね。はい、結構時間もかかっちゃったかな、3時間以上かかったかな。行けばが辛いんだけど、はい、ということでどうですかね。墨入れしてトップコート拭いて終わりで、こんな長いソードインパルスってだけあって、このクソ長いね剣が2本ついてるけど、まあ俺は後ろにこうやってかけちゃう感じで当たっちゃうけどね、これは本当すっごいすごいかっこいいね。はい、で後ろに見えてるけど HGRX782 のガンダムビヨンドグローバルも後でね作って実況しようと思うんだけどだ。はい、というわけでまだ動画続くのかな、これ一発勝負だからね、取り出すのめんどくせえから。はい、どうだろう、まだ続くのかな、わかんないけど、イケボが辛いぜ。ということで、ね、なんかねこれからもねただ実況してたんじゃつまんないんでね、なんかの縛りプレイ、縛りを設けてね実況しちゃおうかなと思ってんだけど、はい、なんかこんな縛りやってくれっていうリクエストがあればコメント欄によろしく。ということでまだ続くのかな、喋ることないんだけど、まあ、とにかくポロリもないで、すごくかっこいい、気になった人は買ってみるといいね。それではどうも俺でした。